トヨタカローラトヨタカローラセレスカローラセレスはトヨタ自動車が1992年5月から1999年12月までカローラ店扱いで販売していた乗用車である生産は関東自動車工業横須賀工場で行われた7代目カローラシリーズの派生者としてデビュートヨタとしては初のコンパクトクラスでの4ドアハードトップモデルである 姉妹車にトヨタオート店扱いのスプリンターマリノがある。そう,いう点は、フロントフェイスとテールライトデザインのみ。スプリンターマリノ同様、国内専用車であった。カリーナ・イリーやコロナ・エキシブが生み出した4、ドアハードトップブームに乗る形で発売された、スタイリッシュ・スポーティー4ドアだが、その後の RV ブームの時期に差し掛かると4ドア、そのものの不人気に加え、その低いルーフが生み出す。 独特のスタイルと引き換えに失った、居住性がわざわいし、販売成績は下落の一途をたどる。初期の CM でも、クーペレベルの鉱石の居住性を誤魔化すため、鉱石はあくまで補助席的な扱い、という特性を強調していた。本家であるカローラが、フルモデルチェンジした1995年にも、モデルチェンジされることなく、車両形式 E100 型のまま継続生産することと、 なったが、エンジンミッションサスペンション等の主要コンポーネンツは E110 型用に改良されたものに変更される。最終的には1998年6月のモデル廃止まで生産が続けられた。グレードは 1500cc、背面カツインカム DOHC、ガソリンエンジン搭載のフタイプと、1600cc、背面カツインカム DOHC、ガソリンエンジン搭載のザタイプ、 さらに、スポーツツインカム DOHC 仕様の 1600cc ガソリンエンジン搭載の G タイプの3種類。それぞれに4足オートマチックトランスミッションと5足マニュアルトランスミッションが設定された。1994年より開催された全日本ツーリングカー選手権に土屋エンジニアリングより参戦した。FF の前輪荷重負担の大きさを考慮し、フロントタイヤに十八インチ。 リアタイヤに15インチと前後異形サイズを使用していることが大きな特徴。基本的にはグループ A 時代の AE101 型カローラレビンスプリンタートレノで培った技術を採用している。エンジンは 3SG 型を搭載していた。1994年は鈴木慶一、新田森尾がドライブした。1994年のドライバーズポイントスタンディングは ランキング12位。トヨタ車としてはコロナに続いて2番目の成績であった、カローラセダン、カローラセレス、スプリンターマリノが参戦。1995年は、影山正美がドライブし、第1戦は4位入賞を果たしている。第2戦まで参戦した後、コロナ液種部にチェンジしている。1995年より、レギュレーションが改定され、公認前後スポイラーを装着した。 アドボンカローラセレスの資料は非常に少ない。画像はレーシングオンや日本の名レースなどに掲載されている。また、セントラルホビーよりジグソーパズルが発売されている。その他レアな資料としては、1995年3月横浜ゴム作成の95横浜パフォーマンスレイディルズ、 販売店様用の12ページに、アドボン A032R の差挿絵として活用されている。動画では、横浜ゴム作成のアドボン、イメージビデオとベストモータリング1994年9月号で、確認できている。JTCC ブームもあり、TRD がカローラとセレスをベースに、TRD2000 というコンプリートモデルを99台限定で、発売した。エクステリアは、 TRD2000 の専用ステッカーのみで特別な装飾はないものの、エンジンが通常搭載される 1600cc の 4AGE 型から、セリカ MR2 等や、実際の JTCC カーにも搭載される 3SGE 型に換装されているのが特徴で、価格も通常のカローラの倍である330万円以上であった。ありがとうございます。